アップロポ。なんかもう短時間ね、立て続けで動画撮ってるのにバラバラにアップロードしてごめんよっていうね。しゃくりすぎとっからな。内見行ってきたわ。まあ、ちょっと軽くサンフランシスコのあの一軒家とはどんなもんかっていうのを言っとこうか。あのね、今日私が見たところはサンフランシスコの市内なんだけど、まあ市内って言っても広いよね。立地的にはもう申し分ないぐらいの高級住宅街。高級住宅街、まあ、日本の高級住宅街とはなんか まだ全然違うけど、で一軒家で賃貸、私は家買いたくないから賃貸で月に$8,000、80万。ああ、で3階建てだったかな。あのちょっと坂のところに立ってるから、あの3階には見えないんだけど、ストリートから見ると。でガレージが2台止めれて、部屋数的には 1,2,3,3LDK、 あ、 3LDK かな。そうね、 3LDK かなかな。で多分木造、まあアメリカはほぼほぼ木造で、ヤード、庭がついてて、一番下が庭で、なんかパティオがその上の階にあるって感じなのね。そんなの写真見ろって分からんってな。よいしょ。そう、それで8,000、まあ妥当かな。もう安くなった方だよねと思う。ちょっと数ヶ月前だと、それ多分10K とか言ってた気がする。100万ぐらい月に。てか普通に考えたらバカらしいよね、月80万の家に住むんかっていう。いや、そんなね、そんなね、別に裕福じゃないから、うちは当たらんのかい。 そんなんじゃないけど、物価が高いからちょっと麻痺してるよね。80万でこれだっていいんじゃんっていうか思っちゃってるあたり、ほんとね、もうね、あのおかしいわよ。ほんとサンフランシスコに住んでる人たちはマジおかしい。ほんとおかしいと私は思うよ。みんな許されんから。そんな高すぎじゃない、ありえないよね。けどまあそんなところ見てんのよ。よいしょ。ガリガリって言ったぞ今。車高が低すぎなんだよこの車ね。え、困っちゃうね、ほんとセダンは、はい、っていう。それがちょっとサンフランシスコ市内の一軒家の相場で、昨日見たところがあって、そこはサンフランシスコ市内で、郊外ではないんだけど、私的にはちょっと遠いけど、その高級住宅地みたいなのがあって、もはや一軒家はもう高級住宅だよね、サンフランシスコ的に言ったら。もう高いから。でそこも木造けど、なんかね、あのね、ちょっとボロい、まあ、もはやもう全部ボロいんだけど、木造だから。でもアメリカってこの年数が経てば経つほどいいって言われてるわけだから、築100年とかでもなんか何回もリノベートしてさ、住むわけよ。でなんか長ければ長いほどいいみたいな。だから要は歴史のない国だから、そのなんかヴィンテージフィーがつくかは知らんけど。ねえ、そう。だから100年とか余裕で経ってんだけど、ちょっとね、昨日見えたらボロかった。あの、風呂がね、こっちあんまさ、風呂使んないじゃん。だからさ、この、タブの上にシャワーがついてるわけよ。このタブがね、浅いわけ。だからこう、浸かろうとしたらもうこんぐらいなわけよ。
で今のマンションは結構深めなんだからこうなんだけど、結局その上にシャワーのやつがついてるから、使った後に一回これを流してからシャワーで体洗ったりとかしなきゃいけないのね。日本だとさ、そのタブと別じゃん、シャワーできるところが。だからさ、使ったら使ったでさ、その水は溜めとけるけどさ、こっちはそうもいかないわけよ。だからちょっと入浴するっていうのがちょっとめんどくさいんだけど、まあ主人は毎日入ってんだけどさ、けどそれが昨日見たところだと6000ドルぐらいで、60万ぐらいね、6000ドルぐらいで 4LDK ぐらい、 4LDK だけど 1.5バス、まあこっちはね何 LDK とか言わないのよ、何ベッドルーム何バスルームなわけだから、ベッドルームが何個だから、ダイニングとリビングとかはもうそれはもう言わないわけよね、もうあって当たり前って感じだから。でそれが別にセパレートになっていようがツゲザーになっていようがもう一緒みたいな感じなんだけど、4ベッドルーム 1.5バス、 1.5 っていうのはあのこっちはさ、トイレとさ風呂がさ一緒なわけ、ホテルみたいな感じなのね。そのタブがあってシャワーが上からついてて、その横にトイレが、トイレ便器があるみたいな感じなのよ。でそれがだいたい1なんだけど、たまにその一軒家とかでは全部にその風呂ついてなくてもいいじゃんってことで、お客さんとか用にトイレだけがあるのよ。それ 0.5 って扱いなの。だから3ベッドルーム 1.5 バスルームって考えると、3つの寝室とリビングダイニングはもちろんあるとして、この1個風呂タブがあるシャワー付きの風呂とトイレプラストイレだけっていう表記の仕方なのね。でそれで6000ドルだったね、昨日はね。で今日のやつは 2.5バスで、その1個のやつはジャグジーとか使えるちょっと大きいタブと、別にシャワーが別のところにあるわけや、セパレートしてるわけだから、そうすると疲れるわけですよ。だから今日のところはいいよね、その日本式みたいに使って出てシャワーを別のところで浴びれられる、うん、それだと溜めておけるじゃんね。そうだからもったいないわけよ。あの入浴しようとする人はね、一人ずつ溜めて流して、体だって溜めて流してってやんなきゃいけないからさ。そうです。でも今日のところはすごい良かった。うん、ただその入居したいのが今すぐじゃないじゃん。でさ、まあアメリカはどこもそうだと思うけど、もう1週間後とかに入居してとかなわけよ。もう今すぐにでも入居可能なんだから、1週間後とかに入居してって感じなわけ。でももう私は全然まだまだ今のところのリースが残ってるからさ、そのすぐじゃないわけよ。だからオーナーさんにその聞いて、ちょっといついつでもいいか聞いてちょっつって、でそれがいいって言ったんだったら、まあまあまあこの家はすごいいいと思うのよ。いいのところなのよ。まあど、まあ、車がないと坂だからね、すごいいい場所なんだけど、主人はちょっと無理よね。今からここから歩いていけないな。まあチャリかな、チャリチャリ。そう、全くその不動産と関係ないことを言っていい？いつももう変なことばっか言ってるからさ、もうさあれだけどさ、こないださ、道端でウーバーを待ってて、タクシーね、ウーバー待ってて、でなんかここになんかタバコ吸ってるなんかね小汚い人がいたわけ。でその人の目の前にね、自転車が2台こうくくりつけてあったわけよ、柱みたいなのにね。でなんかいきなりなんかさ、ウィーンっていうチェーンソーじゃないけどさ、そういうのでウィーンってなんかカットしてたわけで、それがチャリの鍵だったわけで、なんか多分ホームレスほどボロボロじゃないけど、まあそんな感じよ。でそれでその鍵を切ってさ、2つのチャリを手に持ってさ、もうチャリ泥棒をもう目の前にしたわ。あ、こうやってチャリ取って、周りの人何にも言わないから、何されるか分かんないからね。危ない危ない、もう武器持ってるからさ、ちょっと怖いよね。まあバンバンは持ってないとしても、なんかナイフぐらいは持ってるんじゃんね。なんかもうわーっと、
ああやってうちの主人のチャリもやられてんのねと思ったわ。持ってんのよ、もうだからすっごい太いさ、なんかもうパイプみたいなさ、鍵とかでもさ、ウィーってやられても、ウィーって。チェーンソーさんですよ。そんなの持ってたらね、もうさ、こっちはもう、もうお手上げ。無理ぽ。マジ無理ぽだわ。隣に車が来たわ。何この人喋ってんのってなるね。ちょっと隠れよう。隠れてる私。空気になってる？なってない？なってないね。どうでもいいわ。なんて思われるとどうでもいいわ。そうよ、あのそれがあれよ、あの私その不動産事情でございます。あのちょっとあのアパートの方はわからん、探しとらんからわからんけども、肌感ではワンベッドルームワンバスルームって3000から3500ぐらいじゃないかな、サンフランシスコのいいとこだと、うん、意味わかんないね。日本で言ったらさ 1LDK でさ 1LDK で30万ってどこよってなるよ。だからまあ基本六本木ヒルズとかミッドタウンみたいな感じなんだろうね。そんなにいいとこやないし、そんなにいいあれじゃない、そんなにいいあれじゃないのに、その高いってほんと麻痺してるわ。マジ麻痺してるよね。だからあのみんなが、ゆかピンクそんなところに住んでんのって思うほど、素敵なところじゃないから。びっくりするから、マジで。ここでそんな金額って、私もね、最初はそうだったのよ。もうそれはやっぱね、もう4年、3年、4年とか麻痺しましたね、これはね。もうみんな危ないよ。もうそうやって、もうそうやってなっちゃうからね。もう東京の時点でと思ったから、やっぱ福岡から東京行くだけでさ、ワンルームで13万みたいなところとかに住んでるとさ、親がさ、お前どこみたいなとこ住んでんのと。実家よりも高いんじゃないかと。実家のローンよりも高いわっていう話だったよね。でもね、もうね、6畳とか7畳なのよ、つって。はぁみたいな。それで13万はぁみたいな。やっぱ私渋谷が多かったからさ、そういうとこばっかり引っ越すじゃんね。しまいには20万超えたりとかするところとかにさ、住んでたからさ、はぁ、だから麻痺だよね。もうそれでも麻痺して、サンフランシスコでも麻痺して、もはや8000ドルのとこ見に行ったわ。アホだよね、ただのアホ。マジもうやばい、もうどうしたらいいの。もうお金がない、お金降ってこないかな。ダメなやつだ、ダメなやつだ。こういう人いるよね。なんか、年末じゃん、もう宝くじ当たったらいいな、お金降ってこないかな、なんか楽しいことないかなとか言ってる人いるわ。まあほとんどの人が言うよね。それになるわ、マジで。まあもちろん値段交渉するよ。もう日本でも値段交渉あるよね。してるよね、みんなね。やってるよね、きっとね。値段交渉はもちろんするけども、でもそれでパフォーマンスが上がればいいよね。何のパフォーマンスだよって。いや、それで仕事の効率がうまくいったりとかさ、するしなかったらマジで毎月8000ドルなくなったら何よ。年間1000万ぐらいなくなってくるとかだね、家賃でね、賃貸でね、しかもね。怖いわ、そう考えると。年間1000万以上ってことじゃんね、電気とか入れたらさ。何やってんの、何やってんのって感じだよね。何やってんのよ、本当に怖っ。それだけ稼いでんのかって話になるよね。今私稼いでないからね。やばくない？それやばくない？やばいね。今なんかゾッとしたわ。ゾッとするわ。ゾッとするわ。怖いね。はあ、恐ろしい恐ろしい。
サンフランシスコ恐ろしいし、もう恐ろしい、怖い怖い怖い。けど郊外には行かないんだよね。もうなんかね、行ったら負けっていう感じじゃないんだけど、サンフランシスコじゃなければ別にもうもはや何もうロスとか全然違うところでもいいじゃんって感じなんだよね。このここだからなんかチャンスが、チャンスっていうかいっぱいあって、いっぱいなんかあの普段は絶対会えないような人にも会える、仕事がすごい早くスピーディーに行えるっていうすごいところなのに、ここから例えば車で1時間とか離れたところになると全然違うわけ。ちょっと何お茶飲もうよとか情報交換しようよなんて話が来なくなっちゃうね。それはもうね、あの本当に機会損失なわけよ。しかもこの IT のところじゃんね。もうだから結構ね、立地って大事でね。そうだからサンフランシスコ郊外に行くんであれば、もうもはやハワイでもいいんじゃないっていう、そのぐらい遠くても、それだったら日本でも別にいいんじゃないっていう話、遠かったらね。だからちょっとまあ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 進めるだけ、一応意地でもサンフランシスコの市内に入れるぐらいのではいたいよね。限られた人しかやっぱ住めないよねこの街はね。限られた人しか働けないし、限られた人しか住めないし、なんかすごい本当格差社会って感じよね。そりゃみんなホームレス増えるわって思う。だからまあ今はまだ若いから、もう若いってもう若いからさ、その仕事を頑張ろうっていうところ時だからさ、まあ、住んでられるけどね、絶対老後とかサンフランシスコ住まんわ。もう意味がから、もうお金を道具に捨ててるみたいなもんやわ本当にね。頑張ろう、稼ごうって思った日でした。そう、そういう内見ですよ。え、まあまあ、だから今日のところに決めるかどうかは分からんけれども、とりあえずまだまだ引っ越しは先だからさ、まあ、ゆっくりチラチラ探していこうかなと思います、うん、内見も行きつつね。まあでも多分大家さんはね、待ってくれないと思う、私が言ったそのムーブインの日まで、ムーブインデートまでは待ってくれない気がする。だから多分もっと早く入居してくれるか、もうお金をもうその引っ越ししないとしても、もうお金を発生させるんだったらいいよみたいな感じと思うんだよね。で多分そうだね、だから家賃交渉も無理だろうね、それだけもし待たせるんだったら。ってことで多分違うところをまた探さなきゃだな。いや、でも楽しいよね。楽しいよね。たださ、なんかさ、何、家の写真とか見るだけも楽しいよね。その、引っ越さなくてもさ、新しいさ、家のさ、写真をとかをさ。ね。あ、ここにソファー置いて、あ、ここにベッド置いて、とか言ってさ。それはいいね。実際内見15分も畳んで終わったわ。なんかもう写真とかはさ、もうウェブにさもう載ってんじゃんね、そのエージェントさんが撮ってるからさ。だからそのもうババババババって見てさ、質問あるって言われてさ、うんとなんとかなんとかなんとかって拙い英語で喋ってさ、でまあオーナーさんに聞いてみてっつって、気に入ったって言って、じゃあねって言って、そうですよ。じゃあちょっともろもろもうタックスリターンの準備でもしよっかな。もう3月にはちょっとそのいろいろ締め出さなきゃだからね、会社のやつも個人のやつも。まあそんな難しいことは会計士さんがやってくれるから、まあその会計士さんにこう渡すよね、お願いしますって渡す準備とかもちょっと早くしとかないと、3月私日本だからさ。
そう、日本に行く前にいろいろなんか諸々もろ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 やっとかないとかね。なのでサンフランシスコに引っ越そうと思ってる方、サンフランシスコに、まあ、旅行でも来ようかなと思ってる人は、もうホテルも高いから、ええ、ホテルも高いよ。だからね、気をつけた方がいい。もう全部の物価が高いよ。タックスはね 8.7 8.75 だから日本とはもう変わんない。日本8%なんでしょ。変わんないよね。ただコーヒー1杯とかもまあ5ドルぐらいするじゃんね。でランチがね高いのよ。なんかサラダ1個だけ20ドルみたいな。どんなサラダ、どこの草を持ってきとんのかっていう。どこの草です、これは。もう高級の葉っぱですかみたいな。2000円のサラダで税金入れてタックス入れたら、もうもはやもうそれはもう3000円近いぐらいのサラダになっちゃうね。意味がわからないマジ。だってただのカフェでサンドイッチ頼んだだけでさ1500円みたいな、はぁみたいな、はぁえみたいな。日本だったらもっといいの食べれるみたいな、そういう、はあ、なんでこんなとこに住んでんだろうね。しょうがないね。でもまあいいとこだからね。っていう愚痴ってる場合じゃないわ。私らしくないわっていうね。愚痴ってつもりはないのよ。もう本当にやいよねっていう、そのそっち系ね。いやもう本当あれよ。ちょっとなんか冗談的な、でも冗談じゃないわ本当に、ね。そうそうそう。もうやりたいこといっぱいあるのにさ、何をやればいいかさ分かんないからさ、さっきみたいにそのさっきじゃない。前の動画みたいな、こうやって何々をする。何時に通知、何々をする、何時に通知ってやんないと、もうすぐ忘れて、もうすぐもうほんとボケが始まっておりますわ。もう危ない、ほんと危ない。お腹すいた。じゃあはい、頑張ります。皆さんも頑張りましょうね。うん、じゃあねー、バイバイ、またねー。